私のフィット売る直前になって、無償の修理についての大切なお知らせというのが届きました。スマートキー警告灯が点灯する恐れがありますということでね、そういやなんか一回なったような気もする。ほら、無償修理、40分から80分ということでね、今この本田さんの目の前に来てます。次ね、乗る方、安全に乗っていただきたいですもんね。何本入れたん？わあすごい、トラック洗えるんやな。ここガソリン入れたついでにちょっと洗車していこうかな。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、私の、フィットハイブリッド、さよならムービーということで今日は撮っております。今日はね、2020年の12月の6日ですね。私ね、6年間乗りました。まあ最後にね、記録映像ということで、まあちょっと個人的な感じもあるんですけど、それまでの思い出も、含め、今日は動画の方を撮っていこうと思います。で、このフィットハイブリッドの前の車がホンダアバンシアっていう車に乗ってたんですね。で、その車からだいぶね、コンパクトになりましたよね。このフィットハイブリッド。で、当時ね、まあ、6年前は、ハイブリッドがまだ出始めと言いますか、今これ前ね、プリウスがいるんですけど、プリウスとかトヨタ系は、その辺ね、結構早かったですね。ハイブリッド系早かったんですが、まあ、ホンダ、ね、たまたま私ホンダ乗ってたんで、そのままホンダでハイブリッド、ね、もっと安いの出ないかなと思ってたら、このフィットのハイブリッドが出たということでね、まあ、ハイブリッドカー乗ってみたいなという気持ちで、この車選びました。で、まあ、その頃ね、実は私、YouTube を始めて、まあ、2年目ぐらいになるんですね。意外とね、私、古くからやってまして、2013年からですね、2013年の5月だったかな。で、もう、丸7年経ちましたね。7年半ぐらい、今経ってます。で、最初ね、2年間は、今みたいにね、結構、登録者数が、まあ、今5万7千人ぐらいですかね。まあまあ増えてはいるんですが、ここまで、大きくなるとは思ってなかったんですね。当時はもう本当にお遊びと言いますか、インターネットで、いろんな人がいるんだなと。この人たちは一体芸能人でもないのに何を喋ってるんだということでね、結構当時興味津々で、もう一体 YouTube とは何なんだっていうところからね、スタートしました。で、そのうちね、やってると、なんか友達とかできてくるんですよね。コメント欄に、書き込んでくれる方とか、当時、その YouTube まだ始まって、そんなに間もなかったので、そういうね、サークルのようなね、YouTube の会みたいなね、そういうのが関西でありまして、それで結構、この年にしてね、友達ができたりとかしたんですよ。そうなんですよ。で、それが、まあ、それがね、すごい楽しくてね、その YouTube も楽しいんですけど、その YouTube に関わってる、その、いわゆる、今でいう YouTuber と呼ばれる方々、始めたばかりのね、そういった方と、まあ、友達になって、よくお酒を飲みに行きましたね。まあ、そういう思い出が、最初の2年間はありました。で、まあ、2年を経って、車を買い替えたわけなんですよね。で、車を買い替えて、このアバンシアからフィットハイブリッドですよ。まあ、それまではね、人の真似ばっかりしてました。いわゆる商品紹介系 YouTuber みたいなね。っていうか、これすごいな。なんか、水噴射してるな。まあ、ちょっとこれ、お金入れてからにしよう。お、お待ちください。はい。で選ぶの。セルフチャージプリカね、ちょっと残ってたんで。リライトプリカの処理を選択してください。すごい甘い甘い。
あの使えなかったんでエネキーでいきます。あの今度本題いいね、ガソリン入れないでいいんで、これもういらなくなるんかな。左下エネキー該当する装備めっちゃ安ない、100円。あ、ゲートが開いてからお進みください。なんか知らんけどめっちゃ安かった、100円。シャンプー洗車、はい、というわけでね、何の話やったっけ。あ、そうそう、 YouTube ね、 YouTube スタイル、あのいわゆる人真似ですよね。あの瀬戸康史さんとかね、ヒカキンさんがやってるような、あのいわゆる日本人がよくする商品レビュー系 YouTuber だったんですよね。YouTuber って言うほどのもんじゃなかったですよ。当時まだ1000人も行ってなかったかな、2年かけて。で、このフィットハイブリッドね、買ってから、車をね、ちょっとレビューしてみえたらどうなるのかなと、いうことでね、これ、車買ったのがこれ6年前なので、6年前に、フィットを試乗させてもらったんですね、これを買ったお店で。で、そこで試乗した動画を、まあ、アップロードしてみたんですよね、商品紹介のように。で、当時ね、まあ、YouTube でもこういった車の動画はあったんですけども、いわゆるね、テレビ局とか、モータージャーナリストね、ああいう方々が、まあ、テレビのように撮って、まあ、動画配信をしてましたね、当時。まあ、どっちかというとブログの置き場所みたいな感じでしたね、YouTube っていうのは。で、私はね、ちょっとそういうテレビ局とか、モータージャーナリストのような撮り方ではなくて、いわゆる商品紹介 YouTuber 的な感じで、この車を紹介してみたんですね。まあ、その動画はちょっとこの i ボタン恥ずかしいですけど、これ5年前、6年前の動画貼ってます。で、まあそれで最初、まあやったわけなんですよ。そしたらね、そしたら今まで全然再生回数が回らなかったのが、急にね、ガッと伸び始めたんですよ。で、これは親っていう感じで。で、そっからですよね、車、系 YouTuber になったのは、当時本当に、ね、車系 YouTuber っていう言葉もなくて、本当に車動画、いわゆる一般の素人が動画出してるっていうのはね、ひょっとしたら私が最初だったかもしれないですね。もう今はね、多いですよね、車系 YouTuber もね。この2、3年で急に増えてきましたかね。で、まあどんどん追い越されるというね、まあそんな事態にはなっておるんですが、いやー、で、当時、本当にね、今これ、吸盤でマウントしてるんですけど、本当にこう手持ちでね、こうハンドル持って、こうやってたらね、コメント欄が荒れましてね、この野郎危ねえ運転しやがってと、まあそらそうですよね。結構ね、コメント欄で、視聴者さんに、お叱りを受けたりとか、まあご指導していただいて、それでまあ今のスタイルがあるということなんですよね。ね、今日も安全運転で行きましょうとかね、ああいうフレーズね、あれはね、そういったお叱りがあって、まあそういう風に言っていったという感じなんですよね。なので結構ね、私のスタイルを真似してる方と、まあ真似というか、まあ参考にしてる方多いんじゃないでしょうかね。結構パターンが決まってるんですよ、私の写し方。まず外装取って内装取って試乗みたいなね、そういう3段階に分かりやすく動画を分けてまして、まあそのスタイルがまあ今のこの車系 YouTuber の方々にまあひょっとしたらそれが基本になってるのかなと、そういう写し方してる方多いですよねまあ自然とそうなるかもしれないですけどね、っていう感じなんですよ。まあ今洗車を待っております。で、まあこの車、このフィットハイブリッド、結構ねやっぱ思い出がありまして、最初ねこれ買った時、ホンダアバンシアからねこの、乗り換えた時、まあ乗り換える前ですね、これホンダのディーラーの営業マンにね勧められて買ったんですけど、私がね実際この車を欲しいと思って買ったわけじゃないんですよね、実は言うとね。もう車検も切れるし、もう前のアバンシアで12年ぐらい乗ってたんですよね。もうそろそろ買い替えないとなと。でもね、まあ当時、そんなに収入もね、良くなくて、やっぱいい車欲しいんですけど高いし、まあちょっと、まあフィットになると、まあちょっとグレードダウンになるわけですね、大きい車から。
まあ、ちょっと小さい車になるわけなんですが、まあ、それでもまあこのハイブリッドカーっていうので先進的で、まあ、ちょっと面白そうだな、いいなということで、まあ、こちらを購入したわけなんですよね。で乗ってみたらびっくりですよ。いやこんなに快適な車ねえなと。このボディサイズもさながらこのやっぱよく走るんですよね。まあ、それにねやっぱ魅了されて、いやいい車買ったなと今でも思っております。はい、というわけで今からこの6年間の赤を100円で一応シャンプー洗車かな、シャンプー落としていきます。シャンプーで洗車していきます。っていうかね、私ホットハンド車洗わないんですよね。2ヶ月に1回ぐらいかな、ひょっとしたら。洗わなさすぎるよな。うわー、ここでストップ、すごいね、これ何なんこれ。下を洗ってくれる。あ、これ底面洗ってくれんの、これすごないここ。これいいの、全身。はい、すごい、なんじゃこれ。ミラミラ、コーヒーコーヒーコーヒー入ってるし、もうちょっとパニックってんねんけど。ミラー、はい、ミラー畳みます。全身全身、全身あ、て、ここかすいません、ああ恥ずかしい。いつもね、あのうち の奥さんからあの注意を受けております。そんなに私ね実は運転がうまくないっていうね。わあ、洗車6年間の赤を落としておくんなまし。これムックみたいやなこれ結構ね、普通に自動洗車機入れちゃいます。最初の頃はちょっと手でね、拭いてやってましたけど、もうすぐめんどくさくなって、すぐかけちゃいましたよね。で、実はこれあれやってるんですよ。ボディコーティング。キーパーコーティングね、キーパーコーティング。で、ピカピカにしておりますので、これ、売りますんで、ホンダカーズ大阪東花園店で、こちら販売します。販売しますので、これもコーティングしてるんで、今磨いてますんで、綺麗にしますんで、ぜひともよろしくお願いします。私のフィット欲しい方、売ります。買いに行ってくださいね。お問い合わせくださいね。いや、さよならムービーですよ、今日はね。いや、でもここ100円安いな。うち、ホンダEもここでやろう。よし。電車、あの看板ごと上がるんや。よし、空吹きします。よっしゃ、吹き。この辺が結構虫が飛ぶんだね。これタイヤね、ミシュラン。入ってます。車内も綺麗にしとこう。普段あんまり磨かんけどだいぶ綺麗になったな。6年間の赤取りました。まあガソリンも、まあ2000円だけですけど入れて、まあボディもピカピカになりました。ちょっとね、今から、最初にね、車の動画撮ったところに行こうかなと思います。いやー、しかしね、もうこの5、6年も、この車の動画が、長いこと続けるとは、私自身も思っていませんでした。いやー、やっぱね、YouTube って面白いですよね。やっぱ登録者数が増えるのも面白いし、こうやってね、動画を作るのも面白いし、やっぱね、車をね、まあ乗るっていうのもね、私結構好きなんで、まあそういうのにね、全部、面白いが重なったという感じですかね。いやー、次のね、ホンダEも楽しみなんですけども、やっぱね、このフィット、ハイブリッド、長いこと乗りましたんで、これとね、お別れするのも寂しい気がしますよね。やっぱね、車ってね、結構愛着が湧くので、さよならするときってね、やっぱ寂しい気持ちになりますよね。これって私だけですかね。皆さんもそうだと思うんですけど。寂しい？寂しくない？
どうなの、フィットどうやった？うん、うんって何やねん。どうやった、乗りやすかった、フィット、うんうん、乗りやすかった、寂しい、うん、寂しくないのか。女性はね、こういうのはあんまりあれなんですかね、センチメンタルにはならないもんですかね。めっちゃ寂しいけどな、フィットとさよならするの。いや、ぜひね、これ次、あの、車に、ね、車好きの方のところに行ってほしいですよね。まあ、まだまだね、乗れますんでね、6万4000ぐらいしか走ってないんで、まあ、10万キロを超えても、ひょっとしたら20万キロをね、超えても、あの、車ってね、全然ね、メンテナンスさえしてれば乗れますので、あの、まだまだ、この車スクラップにならずに、あの、次の方に乗っていただきたいなと思っております。この動画出す頃にはもうこの概要欄に貼ってあるのかな、あるのかな、ちょっと詳しくは見てくださいね。私の車売ってますので概要欄見てくださいね。そうそう、ここでたまに撮影することもあります、今でもね。ここが最初に撮ったところやな。っていうか今日駐車が多いな。一応ね、あの、今のところ事故なく、運転してますので、ちょっと正面の方に飛び石がある程度かな。あとはね、特に擦ってませんので、まあ、あの、磨き傷とかはね、どうしてもありますよ。あと、まあ、年式なりの古さではあるんですが、まあ、それなりに普通に綺麗な状態だと思います。では、ちょっと外装を見ていきましょうね。はい、こんな風に撮っておりました。いや、久しぶりですよね、この場所。フィットハイブリッド S パッケージということで、S パッケージなんですよね、私の車。これね、ルーセブラックメタリックやったかな。こういうね、ちょっと真っ黒じゃないんですよね。若干こう、ブルーがかったメタリックの感じの、車になります。若干グレーかな。で、ほら、飛び石が多少あります、ボンネットのところ。で、ちゃんとね、このフォグライトも完備ですよね。ここがポジションランプでつくんやったかな。ちょっとライトつけてみました。こんな感じです。ほら、ちゃんとね、ほら、フォグランプ、これポジションランプかな、がつきます。で、今ね、インライン型が本田結構多いんですけど、この当時はこういうね、なんか二つ目になってますよね。ほら、まだまだ綺麗でしょ？この夕日に当たると結構この色綺麗なんですよね。で、側面これほら、ちょっとステッカー貼っちゃってるんですけど、これどうしようかな、剥がそうかな、このままがいいかな。あ、後ろはこんな感じです。これ、アマゾンでね、ちょっと安いの貼っちゃってますけど、これもちょっと嫌な方は外してくださいね。一応カーボン調のパネルです。で、後ろはね、なんか色々貼っちゃってまして、これね、禁断の赤エンブレム。これね、ちょっとタイプ R にだけ許されたエンブレムなんですけど、ちょっとつけちゃってます。あ、そうそう。ほんでこれ、柿本マフラーね。これ一応ついてますので、あの、車検も通りますので、これつけたまま行きます。純正マフラー、これもつけてますので、付け替えることもできます。あとちょっとエンブレムが、これ、フィット4のやつに変えてますね。黒エンブレム。テールランプはね、これ、ちょっと当時こういうハニカムのデザインだったんですね。うん。まだまだ、ほら、日焼けとかしてないっしょ？車内はこんな感じです。もうね、これ皆さんよくご存知だと思うので、端折りますけど、一応ね、このクルーズコントロール的なやつはついてます。あの、ホンダセンシング、初期ではあるんですが、一応ついてますね。メーターはこんな感じ。これね、最初乗った時すげえ未来の車だなと思ったんですけども、だいぶ見慣れましたよね。これ面白いでしょ？ほら、ちょっと立体的なんですよ。走行距離は6万4000キロぐらいやと。まあ、あとは、まあ、それなりに、こう、使った感はどうしても否めないですよね。はい、というわけで、私のフィットハイブリッド、さよならムービーでした。いや、寂しくなるけど、また、次の方はぜひとも乗ってください。詳しくはね、あの、下の概要欄貼ってますので、クリックしてくださいね。
はい、というわけでピットハイブリッド、6年間ありがとうございました。さよなら、じゃねば。一体どこに売っているんだ。何、アマゾンだと。そんな大事なことを早く言え。クリックすればいいんだよ。クリッククリッククリック。